山橋達也は、大阪府平方市出身のプロ野球選手、宇藤右内、オリックスバファローズ所属、野球を始める前の2歳児から、機械体操に取り組んでいた。平方市立佐田西小学校在学中の6歳児に、父の影響でキングシャイアンスで野球を始め、佐田中学校時代は、オール、平方ボーイズに所属し、ジャイアンツカップ優勝など全国大会参観を、 経験。大阪桐蔭高等学校に進学すると、一年秋から左翼種のレギュラーを獲得。二年春の選抜では、一回戦の東海対防予戦で5打数3安打1打点を記録し勝利するも、二回戦で大垣日大に敗れた。二年秋からは遊撃種に転校したが、三年夏は、 大阪府大会決勝で石川慎吾を擁する東大阪大柏原に、さよならで敗れ、甲子園出場は2年春のみに終わった。高校の同級生には西田尚と一学年上には江村尚也や一学年下には藤波慎太郎と、後にオリックスで再びチームメイトとなる沢田啓介がいる。 立命館大学では一年時の関西学生野球連盟春季リーグ開幕戦の対関大戦から3番二類種として先発起用されたが結局同シーズンは10打数無安打に終わり1年秋も2打数無安打であった2年春は19打数8安打の成績を残すが2年秋は再び8打数無安打と打撃不振に陥りベンチから外された 結果の伴わなかったこの時期について、山足自身は、向上心や自信がなかった、自分から逃げていたと語っており、やがては、練習を怠けるようになった。この時山足を立ち直らせたのは、大阪東院校時代の恩師である、同校野球部監督、西谷光一の、お前には野球しかないんだから、野球だけは続けておけという説言であったという。改心して、練習に打ち込むと、 三年時からは遊撃手のレギュラーに定着し、三年春は17アンダ、10盗塁の成績で立命館大の優勝に貢献した。四年時でも春季、秋季と連続してベストナインに選出された。リーグ通算69試合に出場し、249打数74アンダ、打率、297、1本塁打、19打点、30盗塁。 また在学中、3年時に第27回ハーレムベースボールウィーク、4年時に第28回カキユニバーシアードの大学日本代表に選出された。大学の同学年には桜井俊樹がいる。大学卒業後は社会人野球の本田鈴鹿に入社。1年目から遊撃手のレギュラーに定着し、都市対抗野球には2年連続で出場した。 2017年度ドラフト会議でオリックスバファローズから8位指名を受け契約金2000万円、年俸700万円の条件で契約を結んだ。背番号は36となった。本田鈴鹿からは前年の飯田大介に続き2年連続でのオリックスからの指名となった。2018年、新人ながらオープン戦14試合すべてに起用され、 本色の二遊間のほか人生で初めてという一類種の守備にもついた。3月29日、チームの新人の中では田島大輝と共に開幕一軍メンバーに選ばれた。3月30日の開幕戦福岡ソフトバンクホークス戦では2番二類種で先発出場。オリックスの新人野手が開幕スタメン起用されたのは2011年の後藤俊太史以来。 内野手に限れば2007年の大引刑事以来である。プロ初打席では、千賀広次第からこの試合で、チーム唯一の安打となる、中前安打を放った。しかし4月3日千葉ロッテマリーンズ戦の二塁守備中、中村翔吾の二頭基とに対して、ベースカバーに入った際に、中村と交錯して、スパイクで左膝を12針縫合する列車を追い、翌日に出場選手登録を抹消された。 1> 約1ヶ月の治療と調整を経て一軍復帰した5月8日の北海道日本ハームファイターズ戦ではプロ初打点となる敵地打を含む2安打3打点を記録し公式戦初のお立ち台を経験した9月8日のホークス戦では地下から決勝点となるプロ初本塁打を放ったしかし一軍公式戦全体では25試合の出場で打率167 一本塁打、七打点、二盗塁という成績にとどまった。シーズン終了後の周期キャンプでは、一軍ヘッドコーチから監督へ転じたばかりの西村、特分から強化指定選手へ指名され、高校時代にも経験のある外野の守備練習を再開している。50メートル走のタイムは5秒8。守備位置は遊撃手、二塁手が本職だが、内野全ポジションに加え、外野手も、 対応可能なユーティリティープレイヤー。相性は、立つ。私生活では、立命館大学時代の同級生である、一般女性と、プロ1年目終了後の2018年12月25日に入籍したことを2019年3月4日に、公表した。ありがとうございます。